ビザヤモンの超実践的入管法ゼミナー。このゼミナールは小難しい入管法を超実践的に分かりやすくお伝えするのが目的です。第3回目はですね、味よし事件をやってみたいと思いますね。一応復習ですけど、入管法73条の2っていうので、不法就労助長罪っていうね、外国人を不法就労に従事させちゃいけないっていうのはありますんで、その3回目です。実はね、味よしっていう超有名な、大阪でね、有名な焼肉屋さんがあるんですけども、そこで事件が起きました。産経新聞ですね。どんな事件だったかと言いますと、はい。これはですね、大阪府のお話でございます。アルバイトの留学生を長時間働かせたとして、入管難民法違反、不法就労助長の疑いで大阪市天王寺区の焼肉店経営会社味よしと同社の代表取締役ら7人を書類送検したという事件なんですね。で、送検容疑は平成26年8月から27年の12月、天王寺区などの3店舗でベトナムや中国、韓国からの留学中の21歳から31歳の男女10人を週28時間の法定上限、時間を超えてね、働かせたと、こういう容疑なんですね。で、生野署によると人手が不足していたと容疑を認めているわけです。で、今回もね、なんでこれがバレたかというところで言いますと、産経新聞はこう書いてます。大阪市生野区で昨年9月、ベトナム人3人が殺傷される事件があり、10人のうちでベトナム人の男1人が殺人容疑で逮捕され、捜査の過程で不法就労も発覚したと。要するに違う事件でですね、発覚することも結構あるんですね。で、第1回目、皆さん覚えてますでしょうか。串カツだるまさんは職務質問でバレちゃった。2回目熊五郎さんは落とし物でバレちゃった。そして今回3番目味よしさんは別件でバレちゃったということで、不法就労はねバレちゃうんですね。だからぜひ気をつけてもらいたいんです。特に6月1日からは本当に気をつけてほしいと思います。というのはですね、これ入管庁さんのもホームページに載ってますけども、6月1日から不法就労外国人対策キャンペーンというのが始まります。これね、どういうキャンペーンかと言いますと、要するに週28時間以上ね、働かせちゃいけない人を働かせたり、あるいはやらせちゃいけないことやらせてると捕まっちゃうよと、こういうキャンペーンが実は6月の1日、毎年なんですけどね、始まるんですね。で、特に今年はオリンピック直前ですから、もう本気で入管と警察やってくると思います。で、今回のポイントはですね、いろいろあるんですけど、特にこの不法就労防止のためにですね、実はアプリ作ったんですね。なんていうか、偽造カードが今めちゃめちゃね、出回ってるんですよ。5000円とかね、1万円とか安い偽造カードがあって、しかも外国人の人の中には、偽造カードに対する罪の意識がない人もものすごく多いんですね。だから職質に遭う可能性が、皆さんの会社で働いている外国人の方もあると思います。ですからもしね、正社員で雇っている会社さんは、必ず社員の人に、在留カードだけじゃなくて、在留カードだけだとお前これ偽造じゃないのかと言われちゃうかもしれないので、名刺とか社員証ね、一緒に持たせるようにしておくといいと思いますね。ぜひね、この6月1日から不法就労外国人対策キャンペーン始まるよと。で、今ポイントはですね、特定活動っていうのがあるんです。俗称コロナビザっていうことで、コロナで帰れないと6ヶ月の在留カードで働けるというビザがあるんですが、これは実は週28時間以内なんですね。知らない社長結構多いです。やられる可能性が高いです。ぜひぜひ気をつけてください。ノービザノーサクセス。 See you!